なし、前腕での攻撃なしですね。左手に青が2番ユーキー、そして右が足立元気です。ということは全部禁止です、ね、だからクリーンファイトお願いします。じゃあコーナー下がって今腰を突き合わせました。22歳の足立元気、 K-1 ジム三軒茶屋シルバーウルフ、そして K-1 ジム相模大野クレスト、25歳の三輪勇気。プレリミナリーファイトの第3試合、今始まりました。赤のグローブが足立元気、青のグローブが三輪勇気、両者オーソドックススタイルです。中村さん、はい、強烈なパンチの持ち主同士の対戦ですね。そうですね、ファイトされた時にも好戦的なスタイルの2人なんで、そこが噛み合う試合になるかなと思いますね。はい、お互いやはりお互いが相手はパンチが強い、相手のパンチを警戒しているという話をしていましたから、これなかなか前に入っていかないですね。そうですね、なので、まあ、どうそのパン自分の得意なパンチの攻防だったりこうにつながるためのこう組み立てというか、はい、うん、そういった逆にパンチが得意だからこそそこに行くまでのどういう動きをするかというところが、まあ、ポイントかなと思いますね。この少し離れた距離からの強烈な右があるのは足立の方ですよね、赤のグローブ。そうですね、はい、まあ、リーチ的にも足立選手の方が、まあ、勝ってると思うんで、やっぱりこうやや遠いところから攻撃を、まあ、ローキックだったり途中ミドルキックも足立選手とバランスよく出てるので、まあ、こういったところでまずは宮選手に中に入らせず、そこからこう自分のパンチを当てたいじゃないですかね。うん、やはり両者慎重です。なかなか相手のパンチの前には入っていきません。ここもローキックで、そうですね、崩していく。宮選手は逆にああやってあの ローキックも強いんで、はい、やっぱ下を蹴って、うん、そこからどんどん前に出ていきたいところでしょうね。はい、今ローに合わせて足立狙っていきましたね、はい、前に行きます。この右が強いのが足立、ローを切り返します。そうですね、まあ、そうですね、足立選手はあえてパンチでこうやって、うん、出てくるんで、宮選手はやっぱブロックしてます。ローキック、右のローキック返すとか、序盤はそういう展開になりそうですね。はい、かなりローキック、三輪のキックが足立の足捉えてますよね。そうですね、やっぱり足立選手があえてパンチで出てくるんで、宮選手がそれに対して、あーっと左バッチ捉えて右のストレートも当たりました。頭がグラッと揺れたがダメージはどうか、青のグローブの三輪です。いや、目が離せません。左のボディ強烈、そしてパンチのエンダーからのキック。足立選手は左ボディを打ってるのがいいですね、ボディを使ったコンビネーションでさっきの顔の左フックも当たったんで、はい、うん、足立選手はやっぱそのボクシングのテクニックが非常に上がってるんじゃないですかね、非常にこの連打がさらに速くなってきたようなそんな印象です、赤のグローブの足立。あ、でもそうですね、宮選手は逆にここはしっかりまずブロックして下ローキック、前足も後足も両方蹴ってるんで、そこを確実にやっぱ当てていきたいですね。はい、この足へのダメージが第2ラウンド以降どういった展開になるか、第1ラウンド残すところ10秒ほどとなりました。少し距離を取ります三輪、ローキックを蹴って距離を測る足立、目が離せない一発の持ち主両者、ここで第1ラウンド終了です。さあ第2ラウンド、拳で仕留めに行くか、ローを蹴りに行くか、青のグローブの三輪がまず距離を詰めていく。左のミドルです、飛び膝でいった、右のストレート、いや利用者少し変えてきましたか、右のパンチ伸びる、膝でいく、おお、あっとここは崩れたか、ローの蹴り合いになりました。まあ、勢いよく先に仕掛けたのは足立選手でしたけど、宮選手の僕はローキックが結構効いてきたんじゃないかなと思うんですけどね。あ、今少しまた左の足がガクッとなりました、赤のグローブの足立、再三三輪がローキック捉えています。左のミドル伸ばしますが足立、パンチの場合お互い入っていけるか、右のミドルからのワンツー返していきましたの足立です。お互いここもやはり慎重ですね。ローキックに割っていきました三輪です。左のフック、これが1ラウンド顔面捉えるシーンありました。そうですね、三輪選手、和田選手どんどん手数出して出ていってるんですけど、三輪選手の方はある程度こう攻めさせて、そこにこのローキックを返すような試合をしていると思うので、はい、うん、ここ
ここは内側も狙っていきました。三輪ちょっと足立の手数減りましたか。そうですね、まあ、なんですかね、足立選手としてはこうなんか自分から攻めるとそこに合わされてるんで、はい、それでなかなか手数が出しにくいのかなとは思うんですけど、まあ、でもパンチの勢いはまだ死んでないんで、はい、ここもローキックでいきます。足立もローキック返す。いや、このお互い強烈なパンチの持ち主ですが、ローキックがポイントになってきましたね。ここも強烈です。まあ、でも足立選手としてはもっとどんどんこうプレッシャーかけて、はい、こう蹴らせないようにし、もっとこう、ま、た強烈、自分のこの攻撃を生かしたいでしょうね。三輪のローがなんかさらに走ってきたようなそんな印象です。足立手を出していけるか。少し前への圧力が弱まったか。赤のグローブの足立ボディ強烈、やはり一発はあります。三輪選手とここ顔のガードをこうやって固めてるんで、あのボディーブローとか、あと足立選手2ラウンドの序盤出した膝とかが出てるとまたいいかなと思うんですけどね、はい、あ、もう徹底してローキックです。足立の足を殺しに行く青のグローブの三輪、パンチで距離を詰めるような動きからしっかりとガードを固めて左のパンチ、足立も切り返すが、三輪ももう一発のロー、そしてもう一発、ここで第2ラウンド終了です。さあ、プレリミナリーファイトの第3試合ファイナルラウンドです。サイのパンチから距離詰めていったのは足立、しかし返して圧力負けしません。青のグローブの三輪、ここもローキック放っていきました。左のインドを払っていく、あ、蹴り、足立も蹴り見せていきました。前蹴りを放った、飛び膝、外からボディへの膝狙っていきました足立です。三輪はここもやはりローキック、膝を見せました。三輪ちょっと足が今ロープに三輪の足がかかってしまいました。すぐ再開されています。左に強烈、右の長いフックです。足立ここまでまだあまり見られていませんが、足立のちょっと離れた距離からの強烈な右ですね。これがいつ飛び出すか。まあ、今みたいに、あー、ボディ強烈左、ローキックの蹴った時にも足立選手狙ってますし、はい、三輪もボディーブロー、レバーを狙っていきました。そして蹴り返す三輪、足立としてはこれくらいの距離がちょうどいいか。右を振ります、もう一度左、しかし三輪も左のフック返してのローキック。そうですね、三輪選手はこのラウンドは結構自分から出てきましたね。はい、足立もしかし連打返しています。まあ、ローキック来る、もう一発、それにワンツー合わせた、そして蹴り返す三輪もボリブロー、あー、お互いのバックロー、この試合初めて見せたバックローでザンを奪いました。青のグローブ三輪、完全に不意をつかれましたね。今のはお見事でしたね。まあ、その前の、ね、ボディーブローとかも打ってた、下に攻撃散らしたところうまく止まりましたね最後。はい、庭もこの足立の強烈なパンチに対する秘策があると話していました。あるいは今のボディーブロー、バックブローがその秘策だったというのか。いや、ただね、足立選手もここから逆にね、もう捨て身になって出てくると思うんで、そこまでチャンスあります。足立選手、はい、前に出てくる一発が両者ある。このパンチ強烈です、赤の足立、うん、左のジャブ交差、押し返してのローから飛び膝です。もう一発はバックブローです。さあ、残すところ30秒、二はもう一度倒しに行くか。足立もダウンを奪い返せるか。強烈な右振り回すのは足立、ガードを固める三輪、さあ残り10秒だ、ボディを連打、左振り回す、倒しきるか、ボディを返したところです、試合終了です。三輪雄たけびを上げた。判定結果をお知らせします。ジャッジ西村、判定です、28対28、ドロー、ドロー、ジャッジ畑中、
30対28、青美和、2人目美和です。ジャッジ岡田29対28、青美和、勝ったのは美和。勝者青コーナー美和。その表情、勝利をかみしめます。強烈なパンチ同士の、パンチを持つ者同士の対戦でしたが、倒したのは美和でしたね。中村さん、そうですね、これです。はい、まあ、こう、まあ、本当にこの一発が勝負を決めましたね。一度も見せていなかったバックブローでしたね。そうですね、やっぱりあのこういう大技というか、やっぱりこう放送という時に出してね、当たるものだと思うんで、はい、そこの使いどころが良かったですね。プレリミナリーファイトの第3試合、美和勇樹プロ5勝目です。